皆様ともども四季ひろなでございます。今回はもし日本が韓国と戦争したらどうなるについてお話ししたいと思います。もし日本と韓国が戦争したらどうなるのか、海外は日本と韓国の軍事力をどう見ているのかについて、いただいたコメントを今から、一緒に振り返っていきたいと思います。お時間のある方は最後まで聞いていただけると嬉しいです。まず一つ目、日本の自衛隊が本気出したら数時間で韓国を壊滅できるんじゃないかな。なるほど、日本の本気はすごいんだぞってことなのかな。次行きます。韓国軍は相当強いぞ。北朝鮮と今でも戦闘中だけあって訓練や士気は相当高い。なるほど、韓国の方が今まさに実戦中だから、いざってなった時に即席になりやすいんだろうなって思いました。お次行きます。日本って軍隊持ってないんでしょ、だから韓国が勝つんじゃないのってコメントいただいたんですけれども、日本って確か空軍陸軍海軍ってあるって聞いたんですが、それってどうなるんですかね、それは入らないんですかね。難しいとこかなと思います。お次いきます。日本と韓国は軍事力のコンセプトが違うから、韓国は北朝鮮と戦争した時に勝てるだけの軍事力を想定してる。日本は少数精鋭型だけど、訓練とか非常によくされてるし、あえて軍事力を抑えてる面もある。なんだかんだで総合的に見たら日本の方が強いと思うよ、だそうです。やっぱり国ごとにそのコンセプトというか趣旨って違うですよね、違いますよね。だからと、そうですよね、だからといってイレギュラーな時が起こった時の対処の仕方も違うし、それによって勝つ国が日本だったり韓国だったり、その時によって違うのかなって思いました。お次いきます。韓国は陸軍に関しては日本よりも上だけど、日本は海軍と空軍のレベル高いからどっちもどっちだと思う。そうですよね、私もさっき今ちらっと海軍陸軍空軍って言ったんですけれども、そうですよね、それもありますよね。だからなんか構図つけがたい感じになるんですかね、どうなんでしょう。お次いきます。日本と韓国が戦争なんてしたら、逆に北朝鮮は隙を見て韓国に侵攻するんじゃないか、どうなんですかね。これってあれですよね、漁夫の利作戦みたいな感じなのかなって思ったんですけれども、どうなんでしょう。日本とアメリカの日米同盟が勝利するんじゃないの、でもそうじゃなければ最近の日本は弱いから韓国が勝つかもしれないが…丸。アメリカさんがついてくれれば日本は確かに強いのかなとか、結構 大きい助けになるんだろうなとは思うんですけれども、どうなんでしょうね。お次いきます。アメリカは日本と韓国の戦争に軍事介入はできないよ、だってどっちもアメリカの同盟国なんだから、片方だけにつくなんて無理だそうでした。てっきり日本につくのかなって思ってた私がバカでした。じゃあ味方がつかない感じで本当に日本 VS 韓国ってなっちゃうんですかね。難しい、なんかさらになんか複雑になってきたような感じがします。日本は憲法9条で軍事力が規制されてるから攻撃兵器が少ないんだよ。でもその分日本の軍事力は防衛面に特化してる。防衛力に関しては中国軍も日本に攻めるのが難しいほどだよ。確か日本って守りはすごい硬いって聞きました。だからまずそこで韓国が手を焼いちゃうのかなとかなって考えました。お次いきます。日本がより良い技術を持っているからといって何もかも全てが優れてるってわけじゃないけどね。確かにそうですよね、こっちの面ではすごい日本は勝ってるけど、でも逆の面ではって見た時に日本はそこまで全部均一に強くはないんだろうなって私も思います。日本人だけど韓国が勝つと思うな。日本はエレクトロニクスでは争うことができると思うけど、軍事力ではどうだろうか。どうなんですかね、
そういう IT 関係のことは確かに日本は強いなとは思うんですけれども、そういうところでなんか日本がそういうところでもなんかこう力になれるところとかないのかなって思います。次いきます。日本が勝つよ。あくまで日本は今は本気出してないだけで、やる気出したらダントツに強いだろうからだといいんですけれどもね。次いきます。日本は普段はおとなしくて控えめだけど、本気を出した日本は相当怖いと思うよ。それに優れた多様な技術力を持ってるし、かなり強いと思う。強いといいなと思うしかないです。ふー、次いきます。戦争はやってみなければどっちが勝つかわからない。正論ですな。まさしくその通りだと思います。はい、それは違うよなんて言えないです。もうこの一言かなと私は思います。正直アメリカは困ると思うな。日本と韓国はどっちも電子機器や車などを世界に流通させている国だし、それにどっちもアメリカの同盟国だからだ。だからアメリカがどのように動くかはちょっと想像できない。そうですよね。多分一番予想できないのは日本でも韓国でもなくアメリカなのかなって、今ちょっとこのコメントを見ながらチラッと思いました。最後というか、日本と韓国は仲良くしろよ。北朝鮮が暴走したら一緒に止めるんだろうが、そのお前たちが戦争してどうするんだよ。ですよね。うん、戦争云々の前にまずやることをやってほしいってことですよね。そうですよね。確かにその通りだと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。もし今回の内容が良かったよっていう方は、チャンネル登録やコメントをぜひぜひよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は四季ひろなでした。バイバイ。